あ、こっち置く。あ、それそれ。はい、エルカチャンネルのショーでーす。イコーでーす。今回の動画なんですけど、またまたスーパーで買ってきました。はい、何を？え、もう見てみた方が早いですよ。見てみましょう。ちょっと見ましょうね。見ててください。今回はですね、これ行きました。はい、こちらです。ガンダムマン。ガンダムマン。ガンダムマンです。では剥いていきたいと思います。最初はグーじゃんけんぽい。もうもちろんここで、ここで、ここでいいんです。わかりました。ではこれからいきたいと思います。一つ目、中にウェハースが入っていますけど、シールはあった。ウェハースの下に入ってるから、さあ何が出るか。こちら、お、うん、トリプルドム、ガイア、マッシュ、ボルテガ、黒い3連星。なんか当たりのような気もする。どうなの、周りが銀色だし。そうね、どうなんすかね。これ1枚目なんでちょっとわかんないですけど、縁取りが銀色に光ってるんですよ。全体的にもちょっと銀色に光ってる感じがするんですけど、うん、まあどうなんすかね。なんとも言えないもんね、まだ。さあ何ですかね。お、え、これ当たりなの。あ、シャアが出ましたね。縁がやっぱり同じ銀ですよ。そうね。なので別にこれがどうだったってわけでもなさそうですね。うんうんうん。トリプルドムとシャアアズナブルでいけば、やはり人気的にはシャアかな。2回目行ってみましょう。はい、悪怪が出ました。今2回ともモビルスーツが出てますよ。さあ、じゃあそっちがどうかな。いきますね。これ分かります。あ、ミハルが出た。ミハルが買った時、まあ適当に選んだんですけど、なんかちょうどキャラクターだね。キャラクターと、そうだね。なんでしょうね、これ。なんかモビルスーツ人物、うん、人物が続けて出てますね。ちょっとこれは不思議だね。不思議。じゃあ3回3回目行ってみたいと思います。あれ、うん、ギャンです。あ、まあギャンはね、分かるけど、あの壺はいい壺だとマクベが言って乗ってました。ギャンですね。またモビルスーツですよ、俺は。じゃあちょっと行きますね。うん、行っちゃってください。いや、まさかね、ここまた次も人物なのかな。存在だったらすごいよね。え、完全に綺麗に分かれちゃうもんね。あれ、あれ、今回はね、違うよ、ほら。さすがにね、あ、グフだ、グフ。ザクとは違うのだよ、ザクとはですね。デフォルメされてるグフ、いいかも。うんうんうん。ビックリマンっぽい、そうだよね、感じがしてる、うん、ほら、こっちの今出たギャンとかもそうだけど、うん、SD ガンダム系とはちょっと違うね、うんうん、この感じが出てますね。4回目いきたいと思います。何？いくよ、うん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 、おい、
おい、あれ、おい、おい、ちょっと待って、とうとう来たね、うん、1箱24個入りで、うん、それ買えば全部集まるんじゃないかという気持ちがあったんですよ俺、うんうんうん、まさかダブらんよねと、うん、撮影の前からダブったりもねえなんて話はしてたけど、うんうんうん、本気でダブりやがったよ。グフだよグフ、ザクとは違うんだよザクとはね。よし、2枚目のねグフが出て、まあ3枚目はないでしょ。いやそこまではないと思いたい。ああそういう、ね、パターンもあるというね。これ、なんとですね、これなんですよ。これはすごいよ。ちょっと待って、この 4回目にお互い被るというね、この奇跡のこの被り、ね、グフが2体グフが2体そして、はい、シャーが2人 2体。これはすごいね、まだ4回目に。前回ソードアートオンラインの同じこの手のやつをやったんですけど、うん、その時も10個買ってきたんですよバラバラで、うんうん、その時でさえ被らなかったんですよ、うん、何今回2回も被ってるんですよ。2回被ったね。ねえ、これ箱買いしてもまあ揃ってないよね。うん、大人の策略だ。悪い大人がいたぞここ。ということでですね、もう最後行きたいと思います。せーの、あ、ギレンザビ、えガルマザビ、ジークジョン、え、そういうことはあるの。これこの最後にこの兄弟ザビ家、え、すごい、ザビ家が出てきました。こうなるのか。はい、デレッカチャンネル。はい、では出たやつを並べていきたいと思います。ポーカーみたいになってますよ。がですね、今回開けて開封した時の結果です。人物はかっこいいと思いますよ、うんうん、ね、シャアが2人いたりとかね、うんうん、シャア兄弟になるね。そうだね、これ兄弟だと思う。トリプルドムはでも迫力あるなと。あ、そうだね、なんか1枚のシールに3体入っとるよ ね、いいと思うよね、うん、まあザビ家はね、まあ、もうザビ家だからね、うんうん、でアッガイもいい感じに、なんかかっこいいっていうよりかは可愛らしい、うん、可愛いって感じだよね、うん、ギャンでしょ、うん、グフ、グフが ね2体います。グフ2体もいるよ。まあ今回はこういう結果になったと。これは何ですか？全部コンプリートするまで買い続けると。そうですね、この後買い続けようかなと。コンプリートしたいんですけどね、うん、ということでこんな結果になりました。まさかのダブリのダブリがありまして、うん、いや残念ですね。でも どうなの、好きな人にとったらね、2枚あると2倍嬉しいっていう感じもあるよね。前回もそうなんですけど、うん、子供の時に戻ったような感じがして、うん、それはある、うんうん、ね、コンプリートしようと思ってもコンプリートできない、うん、あのこのもどかしさというか、うん、ビックリマンはね枚数半端なかったと思うんだ、うん、キャラクターとかがいっぱいいて、うん、そうだね。で今回は、まあ、ガンダムジオン広告軍側で、まあ、全24種類だったんですけど、うん、まあ、そのうちの8種類ゲットできました。さあ残るは16種類残ってるんですけど、うん、頑張って集めてみたいと思います、はい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい、はい。